ピンク色の花びらがとっても可愛い。3月後半、寒さも落ち着いてポカポカし始めると花を開く桜。あー、春が来たなって感じるもも。空から見ると大きな綿菓子みたいだね。今回は桃太郎ジャーニーおすすめ、岡山県内の桜スポットを紹介するよ。そして岡山大学の留学生と花見も楽しむもも。岡山県の桜スポット、岡山市北区西川緑道公園の桜もも。 JR 岡山駅から歩いて5分ほどで行けちゃう桜の名所なんだ。続いて日本三名園の一つ、岡山後楽園の桜。ピンクと緑のコントラストが綺麗もも。後楽園を一歩出るとそこにも桜桜。桃太郎ジャーニー in 旭川河川敷。お、この声は？どうもこんにちは、宮武翔吾です。岡山市屈指の桜の名所、旭川河川敷にやってまいりました。ご覧ください、このソメイヨシノ、現在八分咲き、まもなく満開を迎えようとしています。今回はこちら、岡山大学の留学生の皆さんと一緒に花見を楽しみます。はい、乾杯。楽しそうだな。桜といえばやっぱり花見だよね。あ、美味しそう。オランダ人の方見てください、なんと純米酒、ビールじゃないんだ、純米酒。日本にいるなら、まあ、しないといけないし、まあ、まさに郷に入っては郷に従えたね。春の風物詩花見、学生のほとんどが初体験なんだって。花を見ながら美味しいもの食べたりすることはない？はい。あら、はい、ない。え、ちなみにアリジェさんは？はい、あ、ない、初めてです。初めて。イワナさん、ルーマニア。ないんです。コナーさんは？ない。ジョン、グアムはどう？ない。花見は日本のやっぱり独特の文化なのかもしれません。お酒を飲む理由は必要ではないんです。あ、そうなの。へえ、珍しいんだ、面白いママ。ちなみに中国には花見文化があるらしいんだけど、北京出身だから、北京はあの桜を花見じゃないのイベントあります。桃を花見。あ、桃のお花見。そう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 。ちなみにあなたのところは？私は長春から来ました。吉林省、結構北の方だから。なんか何の花を見てます？花はなんか学校内はアンズの花がある。アンズ。国によってそのめでる花っていうのは違うのかもしれませんね。花は違うけど季節を楽しむ文化っていいよね。さあ、岡山県の桜スポット、 JR 倉敷駅から車で10分ほどのこちら、水と桜がテーマの坂津公園もも。さあ、倉敷市から北へ、岡山県北真庭市の久瀬トンネル桜もも。旭川沿いおよそ1キロにわたって桜並木が続くもも、綺麗。さあ、お花見中の留学生は？ダンス？おー、くまちゃん。おい、じゃあみんな拍手拍手拍手。おい、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 おい。みんなお花見を楽しんでるようだね。母国を離れ岡山大学で一生懸命勉強している留学生たち、みんな大きな目標を持っていたもも。あ、そうですね、まあいろいろです。まあ最初は多分日本に戻ってきて、そして子どもたちに英語を教えるかなと思っているんですけど、私の夢は大使に、そこに働きたいと思います。大使館、すごいね。
サラリーマンの生活をもう体験したいと思います日本のサラリーマンを体験したい、うん、あなんかラッシュアワーとか結構厳しいだと聞いたんだけど、やっぱり体験したいなと思うけど夢叶うといいな。桜が咲いたら春、新たな出会いや旅立ちの季節でもあるもも、力強く咲き誇る桜のように岡山で勉強を頑張ってほしいな。ちなみに花びらが散る姿からフランスでは私を忘れないでっていう花言葉が桜には付けられているもも。モンチはみんなのこと絶対に忘れないよ。来年もまたこの場所で会おうね。約束だよ。登録フォローお願いします。桃太郎ジャーニーまた見てね。